皆さん、朝食はパンとご飯どっち派ですか？俺はパウッツェル派です。禁止伝説環境になってからコライドンがあまりにも強すぎて誰も手がつけないってなってる状態の中、一人だけこいつを抑えられるポケモンがいます。それがこのパウッツェルです。ただ種族値低すぎて対応しきれるのかがにわかに信じられなくて、自分のマナコで見たものしか信じない僕にとって、本当にパウッツェルがコライドンを見れるのか見届けたいと思います。なんかランクバトルの背景が稲妻イレブンなんですけど、なんかあれですね、背景がどんどん変わっていくのいいなと思ってたら、ついに雷をエフェクトに入れ始めたか。で、今回目玉なんのがこのパウッツェル。先ほど王冠使ってなくて個体値低すぎてビビったんですけど、これいけそうかな。なんかコライドン、こいつね、コライドンにしか勝てないんで出てこないかもしれないな、コライドン。ただ今回コライドンめっちゃ誘うように構築組んだんで、まあ最悪羽ばたく神でただ取りすれば上から切り返せますけどね。パウッツェル出す上で怖いのがあれかな、イーユイかな。パウッツェルね、防御種族値は結構高いんで、ランドロスとかにも全然勝てるんだよな。バンギザシアンパウッツェルだと、ランドロス重すぎるから、雪の欲しいよな。これで行きましょう。なんだこの選出。ランドロス OK。素早さ関係でわかるかな。OK、雪のを連れてきて正解っぽいかな、これは。不動の剣。素早さとりあえずこっち上やね。で、これで総裁ぐらいか。どうせザシアンコライドに勝てないんですよ、僕のやつって。ただここで、鋼テラスタルを切ってしまうと EU に悪の波動打たれて終わるんで、と思ったけどパウッツェル悪の波動半減で受けられるじゃん。今回のザシアン、ジョージ不動の剣が発動しているザシアンです。これ多分強いと思うんだよな。なんかザシアン地面テラスとかの動画紹介したと思うけど、多分鋼テラスが最終的に一番強いと僕の中で結論づいた。いろいろ理由はあるんですけどね。不動の剣これだと常時強獣山のみ火力が、何？地面か。初手から地面か。なるほどね。これ地震で落とされるかな。じゃあ常時不動の剣発動強獣山やぞ、なめんな。切り裂くぞ。うわ、なめんな。あ、くそ。惜しい。惜しいけど、まあ、ここまで削れただけ十分か。オッケー。いいダメージ入るな。これ、ハチマキか。ちなみに、パウッツェル攻撃技がないんで、引くとしたら、コライドンなんで、宿り木打ちたいな。こっから勝てる、こっから入れる保険ありますか？宿り木打ちます。とりあえずね、相手がつぶて警戒してくれる可能性もあるし、対面で宿り木当てればランドが処理できるんで、ただでも、ザシアンの鋼テラス巨獣山、威嚇入ってたけど、思ったより入ったな。お前、規定作成なんかい。マジか。じゃあ、これで落とそうかな。一応、パウッツェルがイーユイも受けられるらしいねんけど、ほんまかな。ちなみにこれ、雪の王の寿命があと4回しかないんで、オッケーオッケー。とりあえずテラスタルポケモンを処理できた。で、コライドンですね、こっからの。絶対、どうかな、パウッツェル見てコライドン出さない人いるかな。あ、来た。パウッツェル行きます。受けられんのかな。ちなみにハチマキとかだった場合、炎技受けられるんで、さすがに見え見えすぎる。さあ行け。ワーン、バウバウバウ。しっかりケアされた。さすがにバレバレやったか。パウッツェルめっちゃうまそうやねんけど、神ピンチやな。しかもこれ古代カストただ乗りか、やばいな。メガネか。これで崩されておしまい。さあ、残飯発動。これ、メガネだったらもう勝てないんで、体力管理して、あくび当てて、そっから、ほら、尻尾とかめちゃくちゃうまそう。アンパンマンみたいにさ、元気がないならこれ食べなよって言って、なんか、両耳剥ぎそうだよね。怖いわ。何してくるかな。メガネくせえなー。パッチェル特防ガチで低いんで、あくび打ちます。僕追いかけますよ、カジスリ。あくびで。メガネなら即負け、引退。オッケー。弾か。弾でもちゃんと耐えたね。オッケーオッケー。あくび入れて、ただ相手は、ただあれなんですよね、これパッチェル
HP をフルで残しとかないと勝てないんで、相手の勝ち筋としてはここで相手が交換したら俺負けるんよ。交換してきたら負けるんよね。願い事やな。オッケー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 、あるよあるよ。ちなみにこれアクセルブレイク連打されたら終わりやんけっていうコメント控えてな俺追いかけるから、こっから勝ち筋願い事して、でここでもう一個あって、ここで羽ばたく神が引き手も負けです。守ります。さあノーウェポンパウッツェル頑張れ。バン落ちいいな。お、これ知らない説あるねこれ知らない説あるねよし来いや。願い事で回復じゃん。それが舐められた。これじゃれつくがないのがちょっと悔やまれるな。さあ完封してやるぞ。8万残念。こんがり焼けたね。オッケー、これ絶対引くんで次マクビかな。こっから勝てる保険ありますか。こっから勝てたらパウッツェルコライドのためだけ構築に入れ続けてもいいぞ。もしこだわってたら引くんでアクビ打ちます。あ、こだわってるな多分。オッケー。ということはアクセルブレイクの攻撃圏内全員が入らんかったら勝てるというゲームなんで、ここアクビ入れて、勝ち筋は寝かして雪の王に引いて絶対レードでどっちか片方処理する。特に羽ばたく神の方かな。あるぞ。さっきこっからの無効耐えたからこれ守るでいいね。あのコライドが出てきてもそれ見てから願い事でいいんで守ります。ね、寝ろ寝ろ。まあまあまあさすがにねなやすげえ、この環境一番のバグポケモンのコライドンとパラドックスポケモン最強の羽ばたく神に犬がやり合ってる。めっちゃおもろい。打点ないよなこれ。フレアドライブ、アクセルブレイク、トンボ返り、熱いし、多分ドラゴン技これ通らないんで、パウッツル唯一無二すぎるでしょ。ってことはトンボで引くのかな。アクビ打ちます。はいはいはい、多分これ動かないから試合展開。そう、アクビをコライドンに入れてそっからトンボしても結局こっちは残飯も回復できるから安定行動でいい。まあ、羽ばたく神もこれね、あれなんですよね、玉なんでパウッツェルを殴らせて削ればいいんですよね。ただパウッツェルがギリギリなんで体力めっちゃやから、羽ばたく神対面では絶対守るやね。でコライドンが出てきたらアクビ打ちましょう。 TOD 的にこれどうなんだろう。じゃれつかったらな、こういうところじゃれつくでも試合決めるんですけどね。今回バトンタッチが強いなと思ってバトンタッチを使ってるからさ。パッツルこう見えて防御の実質値183ぐらいあるから、あのヤドランより硬いんだよね。ただ HP が結局めっちゃ低いからそこまで硬くないという。どうしてくるかな、なんかハチマキ、あ、なるほどね。おお、めっちゃ抑えるな。一回こんがりボディで上がってるからな。オッケーで全然大丈夫やね。これなんか5つ目とか持った方が良かったかな。その161に HP できるから食べ残しの方が場持ちいいかなって思っちゃったんだよね。これ5つ目の方が強いかもな突破できまいこの犬を突破できまい。これインファイトしか多分打点がないとすれば、あの PP 切れるんで、いつか TOD で逃げるか。とりあえずね、羽ばたく神が寝ることが大前提なんだよね。寝ないと試合にならないな。か、交代矢に宿り木を入れて宿り木守るでどっちかを削り切る。押しないと勝てない。 OK。すごい、なんか犬一匹になんかめっちゃ踊らされてて面白いな。勝ち筋増やせるルートは、羽ばたくかステルスロックが入った状態で雪の王出しても多分玉ムーフォで縛られちゃうんで雪の王がね。ただ HD ぶっぱなんでワンチャン耐えるかもな。一回ここ合わせに行くか。ただ晴れてる時のマジカルフレームだとめっちゃ痛いから、晴れが切れたタイミングで雪の王と対峙した方が強いかな。あくび打ちます。はいはいはい。ハチマキのフルアタでトンボ返り作用が多いんだね。確かに強そうだな。どんどんコライドンの方が開拓されていくと思うけど、うん、晴れマジカルフレームをケアしたいんで自分としてはやるならこの筋かな。あくび入れて、要は寝かしたら相手終わるんで、さあそろそろ仕掛けたいな。守ります。あくびの PP 枯らしに来てる感じかこれ。うん、いいのが願い事してバトンタッチの手順にするかですね。晴れがまだ次のターンか。トンボ調整実は微妙にできない微妙にできないかなこれ。願い事を打ちたいんだけどな。羽ばたく神引き、願い事を打って
て、あくび入れて、ここバトンタッチかな。できたら願い事を聞いたら、雪の王の HP 管理ができてめっちゃいいんですけど、いや、でもここバトンタッチすると、対面で雪の王と、コライドの対面ができてしまうんで、ここ願い事やね。ここ願い事打って、うん、OK。で、コライドンがここで何を選んでくるかなんだけど、多分一生これするはずなんで、インファイトで殴ったところで、ここで終わるよね。この隙、このタイミングでバトンタッチ。ここね、羽ばたく神と雪ののタイミングができてワンチャンやと思う。来た！これを狙っていたのだ。ただ、HD 特化、どう出るかやね。さあ、試合動かすぞ。バトンタッチ。そこの、あくびで流した後の高校バトンタッチが強いかなと思って。で、超高火力のダシャンと組み合わせてるんですけど、メガネ、クロバドレックスとかと組み合わせても面白いかもね。さあ、行くぜ。で、ここステルスロックが入るんですけど、バウッツレが置いていた願い事が入ってくれると。どうしようかな、ここ。それか、ヤドリギウってちゃんと削りやけど、ヤドリギが多分、ウッドハンマーで羽ばたく神が取れれんたら、ここ、ウッドハンマーって一時効果狙うんですけど、行くか行っちゃうか。いや、耐える。HD だぞ。OK。返り討ちよ。ここで落としたらもう、パウッツルとの対面できて俺の勝ちだ。ウッディハンマー。 OK! 勝った。よっしゃ。勝ったぞ。僕たちはやったんだ。僕たちはこのパラドックスポケモンと、コライドンとかいうバグってるポケモンに、勝てたんだ。これ、TOD 意識もしたいんで、パウッツルに引くと、交代や急所急所でワンチャン負けるか。相手交代ギアの高火力インファイトでパウッツルをぶち抜かないと勝てないよな。インファイトしかない。2回打ったよね。2回打った。あ、でも守る込みで、これ、ハチマキ、パウッツルさ、HB 特化やけど、ハチマキ、受けられんのかな？ダメ消していい？パウッツルのダメージ計算回すの初めてやからちょっとドキドキするわ。2体するならもう引くわ。ハチマキと想定。え、待って、全然耐える。マジ？え、全然耐えるわ。ハチマキインファイト。バック。ガチ？これ流行るぞ。これ。これ流行るぞい？ダメージ計算間違ってないよな。今、ステルスロック入るけど、4割しか入ってない、これ。インファイト打って。オッケー！最強か？こっから急所耐えるな。じゃあ、インファイトの PP からそうかな。守る安定ですよね。火力で8巻き今、見切ったんで、僕は守ります。で、願い事打って守る。そして相手が荒がる気死ぬんで。よし！ガチで封殺できて面白い。あくびがあるのが偉いですね。コライズを抑えながら、しっかり後続にあくびみたいな嫌がらせができるからさ。オッケーオッケー。全然楽勝よ。突破してみ。お前はこの突如現れたパン屋さんに所属の犬に負けるんだ。マジでうまそう。どうしたん？話聞こうか？アンパン食べる？パウッツルのパンガチでうまそうやな。僕ご飯かパンやったらパン派なんであれなんですけど、このパンはガチでうまそう。塩パンとかめっちゃ好きでさ、学生の時とかさ、コンビニとかで菓子パン買うと思うけどさ、絶対専門でパン作ってるパン屋さんで食べた方がパンはうまいよ。これ、当たり前の話すぎるかもしれへんけど、コーヒーとかでもそうやけどさ、やっぱ、それを極めたところで食べた方がやっぱり幸せ、幸福感すごいよ。イエーイ！パウッツェル強えー！さあ、コライドン来たね。凶悪すぎるパーティーの一方、なんだこの弱そうなパーティーは俺の。パッチでしかも防具の種族値結構高いんで、パオジアンとかにも受け出し効くんだよな、結構。ただ、初手ザシアン以外出さない手段ないような気がするけど、ロトム出しやすそうか。メガネ羽ばたく神からいきます。で、裏にザシアン、パウッツェル、この布陣でいきましょう。ディンルー。よし、ワンパン選手権。ディンルーワンパン選手権始まる。オッケー、通る。ディンルーワンパン選手権、硬すぎんだろ、こいつ。ただ、これでメガネバレたかな。メガネバレた。ステルスロック巻いてくるか、自信。あるいはヘビーボンバーか。あ、オッケー。
ただ、ここまでリンルを削ったことに価値があると私思います。オッケーオッケー。さあここからは俺たちが知りたザシアンの時間だ。ほい。さて、僕の感覚では居住山では届かないと思っている。じゃれつく打ちます。リンル化け物だからね。じゃれつかてて、オッケーオッケー。さあ今不動の剣が発動してて強いザシアの状態です。来たな。後ろにパウッツェルがいると知って選出したんだな。ただ言っとくけど、これじゃれつくと落ちるからな。絶対炎テラスを切ってくるんでパウッツェルいきます。さあパウッツェル交換だ。はいはい。まあこれじゃれつく抑えるために絶対テラス吐くから、まあ主体としては炎だよね。炎以外切れないよね。オッケーオッケー。やっぱ炎が一番多そうか。さあパウッツェルのパンを焼いておくれ。最近パン食うの好きだからね。オッケー、美味しくできました。で裏に誰がいるか分かんないんですけど、バトンタッチします。オッケー。多分こだわってるかな。誰に引くかな。さあ行くぜ。防御2段階アップザシアンの爆弾じゃい。まあドラン相手やったらちょっとあんまり意味ないけどね。これちょっとしかもやばいな。これ地味にさ、ドラン炎技の火力上がってるからさ、鋼テラスタル切ったところではな、まあ聖剣打つしかないですね。これちゃんとあくび打って丁寧にすべきやったか。落ちていく。神。俺たちのザシアン神。しかもこれ今さ、ザシアンくん防御上がってるからコライドンと打ち上げんじゃね。おーやるか。俺とやるか。フレアドライブ打ったし泣いて負けるから角度技とか打たなあかんよね。ちょっとどっちが本物の禁電か勝負しようや。聖剣打ちます。アクセルブレイク。防御2段階上がってますぜ。効かんな聖剣。ほい。コライドンがなんや。やばい負ける。ただ絶対どっかで引けるから大丈夫。ちょっと、あかん、まだ持ってる。ただそれ防御上がってるから耐えるくないか。耐えてく。内訳できんのかい。ちょっと待って、聞いてへんて。内訳できんな、聞いてへんて。だが晴れが戻ったお前らのただのトカゲよ。パウツルで引きます。 TOD で逃げるわ。おーやるか。突破できんのか、そんな軟弱構成で。さあ交換していくぞ。アクセルブレイクどれぐらい入るんですか。あ、全然効かないね。アクビ打ちます。コライドン君、ニトロチャージとかブイブイ言わしてるけど、こんな犬の前ではお前などトカゲ以下なんだよ。アクビ打ってバトンタッチでいいかな。はい。強い。